第610回1月31日月曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙に7章10節、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。パウロはコリントの教会の間違いを涙をもって指摘しました。コリントの信徒への手紙1:2-4節、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでした。間違いを正すことは勇気が必要ですし、それを指摘する側も指摘される側も一時的には悲しみを覚えます。しかし神の御心にかなった悲しみは悔い改めに導きます。そして新しい神の祝福が始まります。お互いを心に留めて間違いを正すことのできる関係を築いていきましょう。共に祈りましょう。今週の祈り。1、福音を委ねられた者として清い歩みができますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、子どもたちの健康と生活が守られますように。神様、私たちに福音を委ねてくださり感謝いたします。どうぞ清い歩みができますようにお導きください。毎日の生活の中でさまざまな過ちを犯すことがあります。どうぞその間違いを正すことができるように導いてください。自ら正し、またお互いにその間違いを正すことのできるその関係を与えてくださるようにお願いをいたします。コロナの問題が長く続いております。神様、どうぞ一刻も早く完全に収束しますようにしてください。多くの方々がご苦労しておられますが、特に子どもたちを覚えてその健康を支え生活が守られますように、学びの時がどうぞ備えられますようにお願いをいたします。私たちの救い主、悔い改めるときに恵みを持って許しを与えてくださるキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。